先生、また私のコレクションが増えたわけでございまして、ちょっと今鏡がないのでね、どんなイメージになったのか分かりませんけれども、いかがですか。今度今技術者の皆様の目の前でね、このヘアの、ハット、そしてまたねヘアがあのウィッグでもここまで変わるんだということをね、見ていただいたわけでございますけど、さあ私の、ウィッグのコレクションの後は皆様もお待ちかねでございます。スペシャルゲスト、そうですね、もう皆さんよくご存知でございます。日本中を一斉しました、今でも伝説でございます、あのピンクレディ、そして今や歌や舞台ドラマで大活躍でございます、いつまでも変わらない妹スタイル、そして可愛らしさは変わりません。本日のスペシャルゲストです、ミーさんに登場していただきましょう。拍手よろしく。いやー、素敵ですね。あっという間に言っちゃって、ね、長くお話をいただきまして、みーさんも、舞台のお仕事で吉祥劇先生とね、ご一緒させていただいて、ね、どうですか、先生の一生は。あのね、本当に魔法の手だなと思う。まさに魔法の手。ほんの一瞬の間にね、イメージがガラッと変わるぐらい成長したんですよね。あなたもね、学園に入った時のこの舞台の魔法の顔って言ってるみたいな。メイクは今日、七条君にしてもらったので、もう全部、ね。今日は、まあ、せっかくですから、ご予約たくさんの女性の方がいらっしゃいますから、はい、いつまでもその若さにね、美貌の秘訣をちょっとでもございますけれども、ちょっとトーク形式で、はい、七条先生が、いろんな質問をさせていただきます。はい、ね、ちょっと答えていく質問などは別に答えていただくと結構でございます。そうですか、そうですか、ですけど、そうですか、何でも答えてくれる、はい、お気さくな方ですね。そして会場の皆様にも時間があればね、質問コーナーなども設けてみたいと思います。どのあたりのお話か分かりませんので、私にしたらどんな質問をしようかは会場だけで3つだけまとめておいてください。よし、じゃあこちらの方にちょっとお場所にして、かわいらしいドレスで今日は、はい、じゃあ真ん中の方にお座りください。ありがとう。いいえ、レディースもの、いいよね、レディー、私はミスターレディーよ。あんまり変わらないと思うけどね。そんなことございませんのよ。さあ、早速なんですけど、七条先生は、あの、まあ、テレビでも、しかもピンクレディーといえば、今でも伝説でございます。ねえ、ピンクレディーさんを画面に見てきたときは、まだまだ先生は、ここで払ってるでしょ、そうですね、たまたま払ってないですよね、こうですね、でしょ、もう本当ですね、幼い頃ですね、ですよね、見つけなどを取られました。それはないですけど、ね、今もう、本当にもう、この前からもそうなんですけど、ね、こういうポーズばっかりやってますよね。私なんか UFO 見るのにアッコと言われましたね。あのピンクレディって、ピンクレディ自体は寝る間もないぐらいお忙しいということで、はいはい、まあ、やっぱりあのストレスが溜まったりとか、ね、やっぱり稼働的ですと、普段にはもうガサガサなのだ、うん、肌がね、めちゃくちゃ怖いから、当時自分でメイクログとか持ってなくて、局に置いてあるドーラーとかこういう形に見つけてたから、もう終わる、一日が終わる頃にこんな大きい判定がいっぱいできてて、うん、それをね、あの副腎ストロールもね、直したような状態になって、あのでもここはちょっとね、もちろん分かってらっしゃるって方は分かってらっしゃると思うんですけども、あのドーラーというのは舞台の特徴で、まあ、シミとかね、遠くから見ても綺麗に見える専門の、ファンデーションなんですけども、やっぱり肌には負担がかかります。それを毎日やってて、やっぱり何度も何度も書くまして、その上から難しいんで、そしてまたの、ね、その治す副腎質ホルモンっていうのがいいのがあるんですけども、あの緊急にはいいんですけど、使い捨てると本当になんかゾウの肌みたいになるっていうぐらいね、後遺症があるようなお薬なんですけども、で
本当素顔でもピッカッカですよね。今はなんとかね。すごいメイクしちゃった。本当？なんか気づいてくださってはあるんですか？あのね、サロンに行くようになってフェイシャルね、それでいろいろ肌の改善もしてもらったのと同時に選ぶお化粧品をすごく探しましたので、うん、あやっぱりお化粧品っていうのは高いからいいものじゃなくて、ね、自分に合うお化粧がいいんですか？あのが一番いいです、まあ、もしあのここで公表できたりはどのようなお化粧、そしてどのような選び方を、はい、私はね、カリタが一番あったみたいなんですよ。高級系サラダとフランスの最高級化粧品ですわ。そう、全部自然のもので香料も入ってないですしね。あれ今ね、自然のね、私はどうしても不自然でしょ、香が不自然の基準になんかわかんないでございますわ。ここに違いが来るんでしょうかね。そんなことないじゃない、変わらないって。特に例えばね、あの私はその頬はそんなにあの油性じゃないんだけど、こうやって描くのよとか、うん、あの私は人気の仕様なのよとかあるんですけども、はい、あの B さんの方はご自分で分析するとどれような、基本的に乾燥肌で、はい、やっぱり T ゾーンがオイルになりますね。崩れやすいか、まあ、じゃあいわゆる、まあ、ドライスキンということですよ ね、まあ、乾燥、人間の肌ってのは乾燥するとシワ、シミ、あとね、いろいろできやすいんですけども、そう、特にじゃあその乾燥を防ぐためにあの気をつけてなさっているようなあの美容法ってあるんですか？そうですね、だから油分が入ったものはほとんど使ってないんですね。あ、なんですよ。あのね、油分を使っちゃうともう肌が油いらないんだねって、外からじゃあずっと与えてちょうだいっていうことで肌がお休みしちゃうんですよ。怠けちゃう。皆さん、大事なポイントでございますよね、うん、あ、人間の体にはそのボケがおしゃれてもね、あの子供の頃お母さんがね、あ、つばつけてください、よろしくつけなさい。そうなんですよ、自分で直そうとする力があるので、うん、それを化粧品によってあの過保護しちゃうと退化しちゃうの力がね、です。だからもうお化粧水類を何いくつかつけて、あの乳液系ですね。そうですね、うん、それですから今のそのこの美しい肌が保たれるわけですけど、なんとかサウナなどはよくいかないですか？サウナがね、汗が出にくいのです。私と一緒だわ、うん、だからサウナ入ってても乾く方が早くて出るよりもなんかどんどん干からびちゃう感じがして、サウナ入ってても一緒ですよね。先生、あの B さんのね、美容なんですけども、髪もツヤツヤでいかがですか先生、あの触っててすっごいね、やりやすいです、はい、普通ね、やりにくいって言われても結構サラサラしちゃって一番最初の時ですよね、うん、私の毛はアディエズライって美容師さん高さなんですよ。そう、みんなに言われるから私も最初から言ってたのね、やりにくいかもしれないけどよろしくなんて、うん、全然やりやすいっていうのと思って、いや、いろんな美容師あの高宮さんとお付き合いしたけども修先生はみーちゃんとかみーはやりやすいよ、うん、髪がね、傷んでる方がセットしやすいって普通の美容師さんも、うん、サラサラだね、まとめにくいって。なんかそういえばピンクレディ時代に有名な、あの、もう有名な、あの、なんかシャンプーの宣伝出てましたよね。シャーランビューティーですね。ケイちゃんはどんな声でしたか？髪、生き生き。ツヤツヤ。ツヤツヤ。ツヤツヤがケイちゃんの声でしたね。ただちょっとちなみにケイちゃんの声やってみますんで。髪、生き生き。ツヤツヤ。もうちょっとするんだろうね。お客様の目の前でセットアップしていただけるわけですか？楽しみですよね。